中の方通りますので、坂道を坂道を行きたい方どうぞ。スロープがあります。はい、有田の中の400年の歴史の中で一番ろくろの名人と言われている人が井出金作さんです。でその方のですね、お弟子さんが徳川俊右衛門っていうんですけども、その人も人間国宝一歩手前まで行ってました。それでその弟子さん、いわゆる孫弟子が井上萬治さんっていって人間国宝です。でその方はもうお弟子さん、アメリカだけで500人ぐらいです。アメリカの大学に行って教えてるみたいですね。で有田もちろんこの人は美術伝授だとか、まあ、それくらい絵が上手な、これと同じもの今作れていってもまず無理だと言います。大体この説明は終わらせていただきますけど、これからの人は7年の下のところに家がいっぱい立ってますね。パソコン全部昔の上り窯の後に家を向かって、そこに資材駅が待って、明治の終わりぐらいまで上り窯をやってたと思います。今もガスでコンピューターでやりますから、あんな大きい煙突でいらないんです。そうそうそう、明治3年間。